よいしょ。はいしょ。はい。残念ながら駅にも名所案内みたいなのがなかったんで、まあまあまあここに来るってイコールもう宮丸さんでしょってねことですかね。まあ皆まで言う必要もないのかなとは思いますけど、どうしましょう、小浜まで一回歩いてみますか。あのね、こっから小浜そこまでね距離ないですからね、せっかくだからちょっと歩きましょうか。よいしょ。でどっち歩こうかな。まあ塩浜街道歩けばね、それなりにお店はありますけど、まあホットモットとかがねよく使うところではありますけど、まあねホットモット映してもね、いやありがたいんですよ、ホットモット好きですしね。まあまあよく使うのかまど屋だったりしますけど、うん、でも最近はホットモットもよく使うな。うん、こっちもよく使うようになってますね。ちょっと風が出てきましたけどね。お、火の鳥がほとんど映っちゃうね。こういうのちゃんと火の鳥取っときゃね、再生数も上がるのにね。どっちにしろちょっと風が出てきましたかね。まああれでしたらここからアフレコ入れときます。最近アフレコもだいぶやり方をコツを掴んできましたからね、掴んだ気持ちで言いますよ。おめえあれのあのレベルで何をって言われそうですけど、宮丸幼稚園とかがあって、こっちはもう本当に住宅街の中身になっちゃいますからね、昔ながらの感じのところが多いですよね。これで一つ裏口か。ここはこれねちょっと面白くてね、これなんでですかね、こんなところにね旅館とかあったりするんですよね。意外とこの辺りはねありますからね、下宿旅館宮間荘とかね。塩浜の駅前もね、昔ながらのそういったビジネス旅館みたいなところはねありますよ。ビジネスホテルじゃなくて旅館って感じのね、仕上げてる建物とかも見えますけど、一回一つ通りを渡らないといけませんからね。ああでもいい天気になってきた。自分で言うのもなんですけど、まあまあ晴れ男ですね。今日は天気はやばかったんですけどね、よかったよかった、晴れた晴れた。まあ、この辺りもずっとね近鉄の線路とスカウトがね一緒に走っとって、まあまあ8割方近鉄のになりますけどね。でここはねまあまあ車通りが多いところですけど、その先にねもうちょっと行ったところにファミリーマートもありますからね、見える、これねファミリーマートね。あ、ちなみに皆さん大好き味の素ね、屋敷高人さんがね大好きだったということでもね定評なる味の素、実はねこの四日市に工場があるんですよね。ただねここは出汁の素とかかな、あとマヨネーズを作ってるんだったかな。味の素のあの味の素自体は別の工場だったかもしれません。というかまあいろんな工場で作ってますからね。ちょっと風が強くなってきましたけどね。まあこの縁を歩いとったらね、まあほっとけば電車が走ってきますからね。お、次は特急名古屋行くかな。まあまあ一挙で行きましょう。おお、白洋線ってサニーカーの併設のタイプですね。こっち側は全然分かんない。お、確定が来た。あれ乗っときゃ、あれ乗っときゃ楽だったな。まあでもこの距離ですからね、まあこれならね駅から散歩でもね楽勝ですよ。まあね、今までの中でやと、ヒズでしたっけ、伊勢奥津からヒズでしたっけ、駅間散歩が一番ハードでしたね。山ん中でしたもんね。さあ、なんて話をしとったら、
見えてきました。まあ近鉄乗っとる人だったらね、親って思うことがよくあるんじゃないでしょうか。こんなところにね、HB101 のね、看板が出てますけどね。フローラさんね。HB101 って言ったらね、この辺りだらね、絶対聞いたことあるし、匂いのんのとかね。絶対聞いたことがあるはずな CM で定評のある HB101 ですけど、おーと。逆光で全然見えてなかった。ね、HB101 ってでっかく書いてありますけどね。ここはね、倉庫なのかな。ね、本社はね、線路渡った向こう側にあります。駅前、駅すぐのところにね。まあでも頻繁に来ますね、ここは。まあなんて言ったって近鉄のね、名古屋線ですからね。名古屋と大阪を結ぶ大動脈ですからね。そう。で、HB101 の本社さんは、このね、踏切を、その先の踏切を渡ったところらへんにあります。そう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 。何回かだけね、応援で配達に行ったことありますね。うん、そうそうそう。土足厳禁でね、靴脱いで中に入ってってね、なんか渡しますっていうね、感じだったのを覚えてますね。で、こんなところに、塩浜1638市場。市場あるんですね。まあまあ、四日市はあちこちで市場があります。こういう感じで公設と言ったらいいのかな。市場があって、まあ中で野菜とかね、商人なんかいろいろと売りますよっていうのを定期的にやる。ここは、1638のつく日にやるんだ。うん。だからこれ、下一桁に。桁に1638の日ですね。そうそうそう。なんで、1368って書かんと1638なんかは分かりませんけど、ね、そうそう、朝一でね、朝のからやります。こことかはね、有名なところだと、三滝通りのね、ところとかでもやりますし、日曜日になったらね、中央通りからね、諏訪の、新町通りとか、あっちの方とかね、結構いろんなところでね、飲みの市みたいなやつを開催したりとかね、あとは、悪田川にも市が立つし、日永の市は、あれってどうだったのかな？前は駅前にあったんですけど、それはなくなっちゃいましたよね。悪田川は今でもやってるはずですとかね、本当に四日市で、市っていうだけあって、あちこちでそういうね、市が開催されるんですよ。はい。よかったらね、お近くの市にね、ご参加できる方ぜひね、お気軽に。私もちょっとね、行けてみたらいいんですけどね。よしよし。で、ここら辺になってくると塩浜駅の貨物の影響力がでかくなります。ここら辺で渡るの相当大変ですけどね。お、すごいな、切り替え、切り替えポイントがこんな感じなんです。あ、でもこれもう固定してあるね。うん。昔はこれでも固定してなかったの？今はこっちしか来れないですよね。こっちには動けないよな。うん。面白いな。まあ、こっちの方がね、塩浜の駅になってますよということで。まあ、駅前、ちょっとこっちに来たらちょっと何かしらあったかな。もうちょっと奥まで行かないとないかな。一応ね、細かい商店さんとかは、まあ、ちょろちょろっとあったりしますけど。で、ここは、塩浜の、JR の貨物の塩浜駅のね、駅舎ってことになってんのかな。これ、近鉄の駅とは全然構造上も離れてますよ。昔はなんか共用とかもやってたのかな。昔はこの辺りの近鉄も狂気でしたからね。はあ、どうなんでしょう。さすがに、もう私が生まれた時にはね、開地されてましたからね。で、これね、橋渡っていくと、向こう側の宝町とかね、あっちの方に抜けてくることもできますよってことでね。そう、宝町のね、ローソンはね、ちょっとね、ローソンで フェイトとかのね、カンコレとかのね、グッズの販売とかがあるとね、結構最後まで売れ残ってる店なんでね、あそこ狙い目なんですけどね、そんなこと言ったらみんな行っちゃうよな。私も最近向こうまでなかなか行けなくなってますからね。そう、あれはね、そうそうそう、グッズのね、限定購入とかはね、一般のサラリーマン厳しいですよね。ああ、ちょっと風が出てきて、まあでも逆に涼しくていいですけど。
まあ、ちなみに塩浜は滝が攻めまくってきてますからね。あれ私いつも見てて不思議なんですけど、この黒い滝とあのグリーンの滝って何が違うんでしょうね。まあ、中に入ってるのは一緒のガソリン専用ってなってますから、それはガソリンを入れるんだとは思いますけど、ね、でガソリンを入れる場所って2箇所ありますよね。2箇所がないのかな。あれ大京石油の方が、大京石油の方であるのかな。ああコスモね、そうそうそう。製油所はね大きく2つありますからね。四日市は昭和石油、昭和四日市石油さんと、大京石油、今のコスモ石油さんね。でここが不動産さんの本社ね。あれあれ不動産さん綺麗というか建て替えたか、建て替えとるな。おめっちゃ綺麗になっとるやん。いやああ、じゃああの私が言っとった話は全部忘れてくださいね。昔の話ということで。駐車場もなんか広くなったな。前平屋だしだったもんな。そんま歩いてくるとこれでね少し見慣れた光景といいますか、まあちょいちょい私の動画でも撮影を開始してます。塩浜駅の方まで戻ってきました。戻ってきましたってね言い立てますけど、まあもともとね塩浜の方で車止めてね、まあこったこの後ねちょっと追い分けとかも撮れたらなという予定なんでね、あの追い分けを追い分けでね、なんか3月のね末にあの面白い発表ありましたよね。あの鉄道娘のね、追い分けアスナちゃんでのね、あの新しいキャラクターが、なんと四日市アスナの鉄道でね作られるということでね、そうそう、ちょうどね、その発表があった後の、今週、今これ収録してる 日あたりに、ちょうどね、大岩駅のね、動画がね、なんとうちの4つ目で流れる予定なんですね。タイムリー。たまたまなんですけどね。いやいやいや、うまいことタイミングで、来ましたよということでね、せっかくなんでね、そちらの方も楽しみいただければと思います。塩浜駅もご案内ってないのか。駅の観光マップみたいなのなかったっけな。